はい、どうも、社畜です。本日なんですけども、最近ね、コメントでよくチーターについてどう思いますかであったりとか、改造車についてどう思いますかっていうコメントが割とね、頻繁に来るんですよ。今日はね、そこについて話をしていきたいなと思います。まずですね、チートについて思うこととしましては、どうでもいいっすね。なんでかというと、例えば僕の村が爆破されたりとか、ホットドッグが食べられたりとか、ないしは吹き飛ばされたりとか、そういったことがされたらさすがにブチ切れるんですけど、別にね、僕に実害があるわけでもないので、正直言ってね、どうでもいいんですよね。これがどれぐらいどうでもいいかというと、ドラえもんとドラえもんの発音の違いで揉めるぐらいどうでもいいですね。何が言いたいかというと、チートとか改造っていうのはいいことか悪いことかっていうと、もちろんね、悪いことだと思うんですよ。それはね、多分共通の認識だと多分思っていて、ただね、そこに対してコメントを求められても正直どうでもいいんですよね。害をね、かぶれば、それはね、何かしらコメントはできるだろうけど、別にさ、害受けてないからさ、困るんすよね、反応に。要するに何が言いたいかというと、人に迷惑をかけるチーターは、ダメだと思うんですよ。ただ人に迷惑をかけないチーターであれば、許容範囲ではあるのかなと思っていて、もちろんね、オンラインに潜ってくるのはやめてほしいんですけど、オフラインとか個人的な趣味で遊ぶんであれば、別にいいんじゃないっていうのが、僕の考えですね。正直、なんかそこに対しての、取り締まりとかは、やっぱりね、任天堂さんとかが、やられることだと思うので、僕にコメント求められてもね、どう思いますか？それはもうね、任天堂さんの判断に委ねますよと、そうとしか言いようがありませんからね。むしろ任天堂さんが黙認してるんであれば、そういったことが答えになると思うので、正直ね、ここで議論することではないのかなと思いますね。そういったところで、チーターがどうしても許せないであったりとか、大嫌いやねんっていう方、割とね、おられると思うので、そういった方に言いたいのは、動画上げたらどうですかね。例えばタイトルとしては、チーター、お前らに言いたいことがあるみたいな、そういったタイトルで動画上げたら結構ね、面白いと思うんですよ。ちょっと一度上げてもらえませんかね。なんかコメントしてもらうというより動画上げてほしいんですよね。なんかどういったことを言うのがちょっと楽しみなんで、コメントとかでよく見るのはチーター許さねえっていうやつなんですよね。なんかそれはすごくわかるんですけど、やっぱり言葉にしてほしいんですよね。なんかどれぐらい嫌いなのか正直わからなくて、やっぱりね、言葉の温度感ですごく重要だと思うんですよ。なのでね、ぜひちょっとコメントせずに動画上げてください。僕ね、それ見るんで。で、その動画見た感想をね、また動画にしようと思います。そして少し長くなってしまったんですけど、僕がこの動画で何が言いたかったかというと、まずチートやチーターにそもそも興味がないっていうことと、どうでもいいってことですね。それだけね、分かっていただければいいかなと。本当にどうでもいいんですよね。だって僕に害がないからさ、害がないことに対してコメント求められても困るんですよ。それだけですね。そういったところでね、ぜひ動画投稿を期待しておりますので、チーター撲滅部隊の方はぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、どうも、社畜です。いや、今ね、御島生放送終わってきて村に帰ってきたところなんですけど、続けてね、動画を撮っていきたいと思います。さあ、動画をね、撮っていきたいわけなんですけど、今日ね、3月15日ということで、なんとね、残り5日であつ森が発売します。いや、やばいね、あと5日。いや、なんか何とも言えない気持ちなんですけど、楽しみな気持ちもある一方で、ちょっと悲しさもありますね。なんで悲しいかというと、最近ね、よく御島生放送やってるんですよ。あつ森が出るということで、飛び森から人がいなくなるわけなんですよ。要するに何が言いたいかというと、今御島生放送やってるんですが、今以上に人がいなくなるわけなんですよね、御島から。だからね、御島生放送が成り立たなくなる可能性が非常に高くて、人がまた飛び盛りに戻ってくるのかわからないんだけど、ちょっと御島生放送難しくなってくるのかなと思ってます。
まあ、僕としてはやっぱりね、オンジマ生放送結構やっていたので少し悲しさはありますね。まあ、あつ森で、まあ、同じようなそういったね機能があればいいんですけど、今のところなさそうなので、まあもしかするとオンジマ生放送が、あと5日でラストになるかもしれませんね。いやー、ちょっと悲しいね、そう思うと。ところで皆さんどうですか、あつ森が出ても飛び盛りやりますか？あつ森出たらさすがに飛び盛りやらないでしょう。やるやるって言ってる人に限ってやらなさそうなんですよね。結局やっぱ最新作出ちゃうとそっち行っちゃうみたいな人が結構多いと思うので、どうなんでしょうか。まあ僕はね、飛び盛りの動画は時々上げようかなと思っていますけど、やっぱりね、しばらくはあつ森一色になっちゃうかな。まあ5月ぐらいまでやっぱあつ森一色になるでしょうね。でそこからやっぱり人がね落ち着いてくると思うので、まあ、あつ森から人がいなくなっていくみたいな秋でどっか行っちゃうみたいな。でそこでまあ、あつ森の動画もね多分一段落つくと思うので、そこでまあ旧作品の E プラスだったりとか、まあ飛び盛りとかそこら辺の動画をねまた再開していこうかなと思ってます。あとはね、機会があれば追い盛りもやっていきたいですね。追い盛りはねかなりやっていたんですけど、もうかなり大昔だから忘れたんですよね。追い盛りはねリアルタイムでやっててめっちゃハマってたんですよ。で相当やってたんだけど忘れたな動画もね全然見ないので、まあ、逆に言うとそういった意味だとさ、また新しい気持ちで追い盛りを始められると思うのでいいですよね。まあ、とりあえずちょっと追い盛りポチっとこうかなAmazonがどっかで。そういったところでね、今飛び盛りやっているわけなんですけど、飛び盛りもねもうやる頻度が相当少なくなると思うので、今のうちに楽しんでおきたいなと思います。そしてね、今話しているフルメタルくんなんですけど、実はねこのフルメタルくんニャンニャン村から来まして、まあ、前から動画見てる方ならご存知かもしれないんですけど、ニャンニャン村から来たんですよ。で今ではサイコさんということで、多分ねうちのシャチホコ村で一番古いんじゃないかな、住民としては。お、いきなりだが一つ質問させてくれ。おい、なんだなんだまあ大体ね、ろくでもない質問ですからね。おめえよ、男が生きていくのに一番大切なものは何だと思う？何だと思うって言われても困るんだけど、これ。いやー、一番って言われてもめちゃくちゃ難しいですよね。まあ10個とか5個とか選べって言われるんであれば、まあ、簡単なんだけど、一つだけとなると相当難しいわ。優しさ、強さ、わかんない、どうしたの何どうしたのって。ああ、じゃあ強さにしとく、これ。そうだ、強さだと言っても腕っぷしじゃねえぜ。心の強さだ。ああ、なるほど、なるほど。どんな時にも人に優しくなれる心を持つこと、それこそ真の強さだぜ。なんかさ、これ初代のポケモンのエンディングの前になんかなかった。なんか大木戸博士が言ってくれた気がするんだけど、気のせいか、これ。なんか言ってくれたよね。まあ、ポケモンを愛する心だみたいな、強さじゃねえみたいな。なんかね、デジャブですかね、これは。いやー、ポケモンもいいですよね。まあ、機会があれば、まあ、ポケモンの実況とかもまたしたいなと思っていて、特にね、最近の作品じゃなくて、なんか昔の作品を縛りプレイで、まあ、実況してみたいなと思ってますね。まあ結局、今はね、道盛り中心になっているので、まあ、道盛りが落ち着いてはやろうと思っているんですけど、まだね、ちょっと具体的にいつできるのかっていうところに関しては決められてませんね。まあ余裕があればやろうかなと。まあまずはね、あつ森も出るということで、そこに集中していかないといけないかなと思っております。ちなみにあつ森では、今までの動画投稿スタイルとは異なるね、スタイルでやろうかなと思っていて、まあ今まで通りの、まあ、雑談実況系だったりとか、あとは企画系もね、バリバリやっていこうかなと思っております。ただ企画系はね、編集がめっちゃ時間かかるんだよ、あれ。めっちゃ時間かかるから、そんなにバンバンできるものじゃないので、まあ面白いネタをね、見つけたら、まあ厳選してやっていこうかなと思ってます。はい、まあそういったところですね。まあ、何が言いたかったかというと、飛び盛りの実況もあと残りわずかなので、ぜひね、楽しんでもらえればなと思います。あ、なんか今ピコってたよね。まあいいや。あー、なんか来た来た黒部。まあ、とりあえずね、まだチャンネル登録お済みでない方がおられましたら、ぜひね、この機会にチャンネル登録よろしくお願いいたします。これからもあつ森の実況であったり、あつ森の最新情報、あとは話題になっていることを取り上げて動画にしていきますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。